どうもこんにちは、鈴川彩子です。ひたちです。トキです。本日はこちら JR 王子駅前にやってきております。以前ですね、私この辺りに住んでたんですが、その時にちょっと動画を撮ったことがありまして、それが田端信号所と北王子駅を結ぶ北王子線、貨物線ですね。もうですね、その線は廃線になってしまって、今ちょっとね、どういう風になっているのかなっていうことで、今日はその北王子線の廃線跡を見に行ってみたいと思います。では行ってきます。見て、あら、これ荒川線ね、結構お手頃な価格で片道貸し切りできたりするので、ね、まあまあ、それも今度やりたいね。ここさ、あの桜があるところの、あ、そうそうそう、飛鳥山ね、飛鳥山公園、いつもね、桜の季節に見に来てたけど、はい、行っちゃい、行ってきまーす。さあ、今ですね、こちら東横インですか、東横イン王子かなのすぐ横に来ておりますが、そこに見えている、そこのこのちょっと土手っぽくなってるところ、あの線路がそうじゃない？うん、ねえ、着いた。もうここでおしまい。すごい、急にこっからもう緑、ほら見て、レールがさっきまで見えてたのに、露出してたレールが木で、もう草で覆われてる。なんでだろう。ほら、もう使ってないからだよ。いや、すごい、これ前のね、動画多分同じアングルで撮ってるんで違いがわかると思います。前はここにレールがね、通ってたんですけど、もう今撤去されてますね。へえ、変わったね。天候。ねえねえ、見てもこっち。すごいね。なんか一番上まで登ろう。はい、気をつけてね。わ、見て、もうここの階段の段とか。ねえ、ツタがすごい。なんでそんな顔してんの、いちいち。ほら見て、電車の。ここでもすごくいいトレインビューじゃない？あんまり人いないし。お、大丈夫？ねえ。よいしょ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 、ほら、いいじゃん。王子のさ、あの飛鳥山の付近にもね、たくさん古戦況ありますけど。あ、見て、ここから上の線路が見えるよ。本当だ本当だ、チックがよく気づいてくれました。見て、あっちのさ、前の方にはまださ、ま、錆びてるけど、ちゃんとレールが露出してて、今これ真下、あそこはもう草に覆われて、あ、下品な本線だ。ちょっと待って、ですね、ここは王子東十条間の古戦橋になります。新幹線、あ、新幹線だ、これなんだ、あ、輝きだ。12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
ね、E7 系でしたね。あ、あれ来たの時一番奥だ、一番奥の一個後ろだ。あ、一番奥だ、これは。そっちの階段は降りないでね、危ないから。一番奥だ、これは。なんだこれ。あー、多分あれだ、スペーシアみたいな形してる。スペーシア。バイバーイ。バイバーイ。ね、スペーシア遠くから、うん、トキもラッキーだね。こっちか、僕はこっち、やっぱそっち、いやこっち、どっち。乗せているよきっと。でさ、ここもそう、うん、ほらそっちの、あそこ残ってるじゃん。
すごいね、そこ今もう完全にね、あの荷物が置かれてさ、使ってないのは明らかですが。あ、本当だ、ね、見て、あそこから草がない。見て、ちっくん、こりゃすごいぞ。はい、踏切置き場、保安装置置き場。なんかこういうの見るとそんなにこの撤去されたの、ね、すごい昔ってわけでもないのかな。草じゃないけど、見て、まだ線路が。あ、本当だ。そう、そこにもね、ほらあるでしょ、まだ。ここにもある。で、そうなの、そうなの、ここ結構しっかり残ってるね。ここめっちゃ近くで見られるじゃん。そうだね。はい、踏切。てか一応そこ道路だから気をつけてね。車通るかもしれない。列車は来ないけど、わーわーおわー、うん、こっちでもさ、ほら遮断管とかないけど、向こう結構そのまんまね、えライトとかそのまま残ってる。ここ行きたいの？そっち行きたいの？待って、ほらすごい、第一宮江踏切。なんかもうちょっと悲しいぐらいにボロボロになっちゃってるけど、こっち側もほら残ってるよ。もう完全に今これね、あの左右は封鎖されてさ、見て、線路が見られる。そうそうそう、今真上、ここめっちゃすごいね。初めて線路触った。すごいな。踏切の歌第2弾があればここも入れたいね。あ、引退した踏切で、変わらずここやっぱりこの完全にフェンスで覆われてはいるけど、でもまだレールは残ってますね。さあ、ここは多分流れ的に第二宮江踏切ですかね。もう完全にここもさっきと同様封鎖されていてね、いますが、あの上に踏切っていうのは残ってますね。ね、見て、なんかあっち公園ありそうな感じ。あ、本当？じゃあ行こうか。なんか木がいっぱいある。そうだね。でさ、なんかさ、あの奥にマンションが見えるんだけど、うん、あのマンションなんか結構新しいというか、前になかった気がする。王子製紙のもしや跡地に建ったのかな、あれ。ちょっと、うん、見に行ってみよう、見に行ってみよう。ここがやっぱりそうだよね。こっち今この新しそうなこのマンション群の方に向かって、このレールが微妙に伸びてるので、やっぱりここ王子製紙だったんだ。ここもうマンションのね、多分これつながる道になってますけど、ここ微妙に残ってるじゃん。これあえてきっと多分このね、過去の歴史じゃないですけど、ね、見て、あ、なんか書いてあるよ。8時10分、9時50分、12時40分、14時30分、これ走ってた時間ですかね、通ってた時間じゃない、ここ。そう、確かにこれぐらいの感覚だった。1日4本とかの見に来た時も。すごい、ちょっとなんかここメモリアルゾーンが残ってました。嬉しいね。なんか全くさね、まあ廃線跡ってほんと痕跡もないぐらいないところもあるけど、ここすごいちゃんとこう歴史を残してるわけですね。今私たちのこのまっすぐのライン、これがその王子製紙に行く、線で、そしてあっちのその公園の方ですね、4丁目公園の方がもともとスカ線という、またね、そこで分岐して分かれてそっちに行ってたわけですね、北王子駅の方に。で、そのスカ線の跡地を利用したのがこの王子4丁目公園ということで、ただこっちの公園はね、結構早めに、もうそのスカ線自体が早めに廃止になってたので、だからほんと最後2013年ですか、我々が来た時はもうこのね、王子製紙の方に行く線路しか残ってませんでした。あ、本当な、微妙に線路のタイルの色味を変えてタイルの色とデザインを変えて微妙に残ってますね、これ。あ、ここじゃない？そうだよ、ここだよ。最後に来たのはこっちだ、一番後ろ。ここもね、踏切だった。そうだ、あ、ほら置いてあったところでしょ、これきっとね、いろいろ装置が。そうだよ、ここだよ。でもこの、もうでも完全にあれだね、ここら辺に来るとレールの跡もないね。微妙にあるかな、残ってる。そうだ、そこの踏切で最後もう見送ったんだ。でもこっちがもともと王子製紙の工場があったところですね。
はあ、懐かしいね。もう変わったね本当に。いや覚えてる覚えてる、あの奥に入っててもうでっかいロールを動かしてるのを見たよ。はあ、すごいわ。もうやっぱりこの辺りになるとちょっと残ってないのかな。ねえ、あれですね、このマンションのザ・ガーデン東京王子さんですかね、マンション群。でここね、なんか微妙にほらレールっぽい感じでね、モニュメントなんかデザインなのか残ってますね、これね。ここね、今ね、この右側ね、これ多分桜だと思うんですけど、確かに前も桜並木がすごい有名なね通りだったので、ここら辺すごいすごい、まだこれ多分残ってるんだよね、昔の木がね。いいですね、こうなんかすごい配線もそうだし、この土地を大事にしてる感があるから嬉しいね。じゃあ、私ね約7年ぶりに、北王子線を見にやってまいりました、うん、もうね、うん、廃線になってからもだいたいそれぐらいの月日が経っていたんですが、なんかやっぱこう残ってるとこは残ってて、すごくね新しいね王子製紙の跡地にあるマンションなんかもすごくこうなんか歴史を大事にしているというか、王子製紙の名残もね、うん、そのまま残しつつ綺麗なね街を作られてて、なんかちょっと嬉しかったです。でやっぱり廃線跡も結構レールがそのまま残ってたりとか、レールがないところもこうなんとなくこの土地のね形で、あ、ここをこう通ってたんだっていうのが分かる感じだったので、ぜひぜひ皆さんもですね、もう結構都内で気軽に見れる廃線跡だと思うので、ねお子さんなんかも一緒にこのねトレインビュースポットなんかもいいとこありますから、見に来てみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、北区王子にある北王子貨物線の廃線跡を見に行ってみたでした。ありがとうございます。見て電車来た、来た来た、これ何線だ、上野新宿ライン、京浜東北線だ。本当だ。上野東京ライン。上野東京ライン。湘南新宿ラインと混ざってる。小町ね。